行事カレンダー保育園の節分行事に異変最後は鬼と子供が仲直りなどソフト路線広がる伝統と違うと戸惑う声も豆をまいて悪鬼を追い払う節分に異変が起きている保育園などで子供たちを震え上がらせてきた鬼が反省して仲直りを申し出るソフト路線が登場恐怖を植え付けないなどの教育的配慮が背景にあるとされるが伝統とは正反対の展開に戸惑う声もある突然現れた赤鬼と青鬼にひっくり返しとして豆を投げる子、泣き叫ぶ子。兵庫県三田市立三輪幼稚園は2日午前、園児の悲鳴と歓声に包まれた。悪い子は誰だと追い回していた鬼はすぐに態度を一変。怖がらせるつもりはなかったんだ。仲直りしてくれるかい。ほっとした園児らは鬼とハイタッチを交わした。年長組の園児、6は、最後は優しくなってくれた、とニコニコ顔。同市内の幼稚園などで鬼役を務める同市消防本部によると、ここ数年おなじみの光景という、怖くない鬼は三田市以外にも広がっている。神戸市須磨区のきらめき保育園でも豆まきの後、鬼が握手や2ショット撮影で気持ちを和らげる。鬼がいるから行きたくない。と都園を渋る園児もおり怖いまま終わるとお母さんも園も困る。時代の流れもある。都道祖の西脇市のひよこ保育園は、怖い鬼をやっつけるだけでなく、受け入れることは教育的な意味がある、とする。一方、神戸大附属幼稚園、明石市の豆まきは従来通りの内容で、仲直りはない。今から先生が鬼になる、ね、と説明するためか泣き叫ぶ子もいないという。田中高直副園長、48は、伝統文化に触れさせることが目的で、脅すようなことはしない、と話す。鬼と仲良くなるのは道徳教育としては否定しないがと話すのは神戸神話女子大発達教育学部の大島剛、教授臨床発達心理学、豆まきは本来、鬼、つまり邪気や厄を追い払った安心感を味わう行事のはず、もし極度に怖がる子がいるのなら、一律に伝統の意味合いを変えるのではなく、個別のフォローこそが大切なのでは、と指摘する。民の声に続く。